はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田祭です。今日は6月18日の土曜日でございます。今日はですね、1号地で落花生の、ウネマのね、除草と中耕、あと昼から午後からはこちら2号地で玉ねぎの収穫をしております。ですね、今日ですね、玉ねぎの収穫もいよいよねしてしまわないとちょっと痛みが始まってるので、ちょっと取っていこうと思います。はい。で、玉ねぎなんですけど、これちょっとね、ちっちゃいのがかなり多いんですよ。こんな感じで、これまあかなりちっちゃい方にはなるんですけども、もうね、吊るすこともなくこれで切って保存しようかなと思ってますけど、これぐらいのね、大きさが結構アベレージで、この大きさがね、メインになるんですけど、この端っこ、こっち側ですね。こっち側がですね、結構大きいのが、なぜか取れてるんですけど、これはちょっとちっちゃかったですね。これもまだちっちゃい方かな。ちょっと痛みが若干入ったような気がするけど、ちょっと移動します。ここら辺とかですね、特に多分これとか大きいと思うんですけど、ではこの辺のね、こっちの肩の方は結構大きいのが取れてます。これでもちっちゃい方か、結構大きいのは大きいんですけどね、ちょっと待ってくださいね。ほら、これとかかなり大きい。これがこっちの通路の方ですね。こちらの方は去年の冬から春にかけてトンネルをかけてました。他の野菜はですね。で、こっちの方は何もしてない状態だったんですけど、冷たいね、風に当たらなかったからなのかわからないんですけど、当たらなかった方は大きいのが取れてますね。よいしょ。こっちもやっぱ大きいね。で、収穫がちょっと遅れたのかわからないんですけど、初めて玉ねぎ育てたので、少しなんかこの外側が柔らかいので、一枚皮を剥がないとなんか見た目悪いかなって感じですけど、ちょっとこれ剥きすぎました。こんな感じです。なのでね、やっぱり玉ねぎは寒さに弱いのかなと思いました。だいぶちっちゃいですね。こちら。ちょっとね、寒さにやっぱ当たったのか、それが原因なのか、多分そういう原因、寒さが原因だと思うんですけども。じゃあね、マルチの外側、隣がね、トンネルを置いてたとこですね。トンネルが横にあったとこの玉ねぎはね、こんな大きいのが取れました。でもやっぱ全体の数の1割にも満たないので、こんなね、ちっちゃいのが、これがメインなので、ちょっとね、やっぱ今年は玉ねぎはあんまり良くなかったという感じです。またね、もう一回チャレンジしたいと思います。はい、じゃあ今日はね、短い動画ですが、玉ねぎを収穫したという動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。手汚くてすいません。